ロンチャフト、オルセー美術館、アントワーヌ・ヒャントルイは、中級世紀フランスの風景画家。フランス西部、ブルゴーニュ地方のスイス国境に近い、現在のローヌアルプ地方案件のポンドイ・コールボで生まれる。1838年にパリに移り住んだ。1842年から、 ポール・イッポリット・ドラ・ローシュに支持し、翌年コローと出会い、アトリエではなく野外で絵を描くことを勧められ、大きな影響を受けた。コローに弟子入りしていたこともあり、弟子仲間のウジェーヌ・ラビエーユと一緒に暮らしていたこともあった。作風は、コローの霧やモヤの空気で充満した自然の表現の影響を受けている。コロー自身にもその作品を激称されている。 彼の作品名を挙げていくと、日没に映える廃墟、夕方の黄昏、早朝のもやなどといった表題が上がる。友人のシャンフルーリをして、もやトロの画家と評された。写実的である一方、真珠のような光沢の光に満ちた雰囲気で、いっぱいの絵や、染み込むような赤みを帯びた、穏やかな、 わびしさを表現する作品なども見られ、ドービニーやミレーの作品と禁煙性を感じさせる、もののその表現技法をうまく取り入れ、自らのものとして、独自の作風を確立していた。シャントルイルの作品は、完成的に17世紀のオランダの風景画形の影響を受けた、バルビゾン派に近い分類がされる。彼が活躍したのは1840年から60年代で、 あったがなかなか認められずに不遇であったが、ようやく1860年代後半から評価が高まり、芸術家たちのパトロンであった、ニューウェル・ケルク伯爵や、モーリス・リシャールの支援を受けるまでになった。代表作は、エル・エスパスで、1868年に、リシャールの招きを受けて、パリ近郊のミルモン滞在中に描いたものである。 1869年にサロンに出品されたところを好評を博して国家買い上げとなりオルセイ美術館の一角を飾っている。日本では1989年にルサロンの巨匠たちフランス絵画の聖火展でメジカのいる林間の空地が出品された。また2004年に名古屋市美術館で開催されたゴッホ。 ミレーとバルビゾンの画家たち展に収穫が出品された。ニューオータニ美術館が版画を所有している。フランスの歴史画家で、肖像画家。エリザベス一世の死エドワードの息子たちの死などの作品のほかナポレオンド・ボナパルトピョートル大帝の肖像を描いたことでも知られる。本名は、ジュールズ、フランソア・フェリックス・フルーリー・フッソンで、シャン・フルーリーは、ペンネーム、 フランスの大衆小説家であり、クールベなどリアリズムの画家を支援したことで知られる美術評論家。ありがとうございます。